朝ドラ虎に翼にて描かれる原爆裁判。この動画では原爆裁判の詳細と三淵嘉子さんがどのような思いで判決を導き出したのか、またドラマで鍵を握るであろう星光一の関わり方など様々な角度から解説してまいります。これを見ればドラマが今よりずっと面白くなりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルは朝ドラが大好きな皆様に向けて、各放送日ごとの感想動画や出演者の情報を発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。原爆裁判とは、1955年に原爆投下は国際法に違反しており、損害賠償を請求するとサンフランシスコ平和条約においてアメリカへの賠償請求権を放棄した日本政府に対して、被爆者を含む5人の原告が起こした訴訟です。地獄の中を生き延びた被爆者たちは、政府からの支援もなく、いわれなき差別に苦しんできました。訴訟から5年が経ち、1960年に第1回口頭弁論が始まり、1963年まで合計9回の口頭弁論が行われました。その全てに右陪席の裁判官として座り続けたのが三淵嘉子さんです。ちなみに右陪席はキャリア5年以上の判事が、左陪席は5年未満の判事補が担当することが一般的だそうです。三淵さんは右陪席なので、裁判長に次ぐポジションということですね。三淵さんは講演やインタビューなどで過去に担当した裁判などについて多くのことを語っていますが、実はこの原爆裁判についてはただの一言も触れていないんですね。これはおそらく裁判の深刻さにちなんだ合議の秘密を守るためだと思われます。一人息子である吉武さんにもこの裁判についての話をしたことはなかったそうです。しかも裁判所が保管すべき議事録なども判決文以外はすでに廃棄されているそうです。そのため現存する裁判資料は非常に少ないというのが現状です。ではその残された手がかりから重要なものをいくつかピックアップしてまいりましょう。まずは原告たち5人の状況です。これに関してはドラマでもうるま判事補が読み上げながら涙を流すというシーンが描かれましたよね。原爆投下時に広島市内で工場を営んでいた当時47歳の男性、彼は妻と2歳から16歳までの5人の子供たちに囲まれ幸せに暮らしていました。しかし原爆により4人の子供たちの命は奪われ、生き残った当時2歳の子と妻には放射線による障害が残り、自身にも体の至るところにケロイドが残り、内臓機能の低下により職に就くことはできない状態でした。三淵さんも戦争により夫と弟を亡くしています。そして戦後に亡くなった両親も戦争のための気苦労が原因だと考えていました。理不尽に奪われた愛する人と平穏な生活、どうしても人事だとは思えなかったのでしょう。いや、この国に生きる人ならば誰が人事だと思えるでしょうか。自分や原告だけのものではない、並々ならぬ思いを背負って裁判に臨んだことがわかります。そしてこの裁判の鍵を握る人物が古関俊政という人物です。古関さんは第3回から判決まで裁判長を務めた方で、戦後は司法省調査課や最高裁民事局の2課長を務めました。壮心でおとなしい雰囲気を持つ方だったそうで、三淵さんの上司という点でもドラマ内で裁判長を務めるであろう塩見さんと重なるところがありますよね。原爆投下は国際法違反かどうかが裁判の争点になると、古関さんはすかさず国際法学者たちを選定人として招集、裁判所がこの訴えに対して覚悟を持って挑んでいることを原告と国双方に示したのでした。
そして国際法学者たちの見解は、原爆投下は非人道的な無差別爆撃であり、国際法に違反するというものでした。原爆裁判の判決は社会的に大きな影響力のあるものでした。仮に原爆投下を国際法違反とし、国に対して賠償を命じれば、広島と長崎の被爆者たちは次々と訴訟を起こすことになります。さらに被爆者援護のための法律の制定を求める声が上がり、反米感情を煽り国際問題へ発展する可能性も高いものでした。しかし小関さんは判決後にどのような影響が出るのか、それを十分に理解した上で政治的な影響を考慮せずに判決に向き合った。裁判官はそれを考えるべきではない、そう語ったと言われています。実は小関さんは尊敬する裁判官として三淵忠彦さんを挙げています。ドラマでは星浩一の父親であり、初代最高裁長官を務めた星智彦のモデルの人物です。忠彦さんは常々、裁判は国民の権利を守るためにある、そう若い裁判官たちに語っていたようです。この考え方、新潟から帰ってきた智子が桂葉に伝えた法律の在り方、綺麗な水源は法律ではなく人権や人の尊厳ではないか、これと全く同じなんですよね。そして総力戦研究所に所属し、海戦を止められなかったと責任を感じている彼の息子星浩一もこの裁判に大きく関わってくるような気がします。これに関しては口述いたしますね。原爆裁判の判決は1963年12月7日に下されました。提訴から実に8年の歳月が流れていました。しかし判決の場に三淵さんの姿はありませんでした。彼女は終審後に東京家裁へ移動となっていたのです。とはいえ判決文の原本には三淵さんの直筆署名があります。そしていよいよ判決が言い渡されました。裁判長である小関さんは異例ながら主文を後回しにし、判決理由から読み上げ始めました。それを要約したものをご紹介いたします。広島と長崎にはそれぞれ約30万人の人たちが生活していたことは明らかである。そこへ巨大な破壊力を持つ原子爆弾を落とすことは防衛機能を持たない都市への無差別爆撃である。当時の国際法から見て違法な戦闘行為である。このように原爆投下は違法との判決を下したのです。しかし原告らの損害賠償請求は棄却されました。それはなぜなのか、判決文にはこのように記されています。国家が始めた戦争において国民の被害は一般災害の比ではない、国家が国民に対して十分な救済を取るべきことは明らかである。しかしそれはもはや裁判所の職責ではなく、立法府である国会と行政府である内閣が果たすべき職責である。被爆者救済策を講じることは国会と内閣にこそできうることである。戦後10年で高度経済成長を成した我が国において国家財政上これが不可能であることは到底考えられない。我々は本訴訟を見るにつけ、政治の貧困を嘆かずにはいられない。小関さんはそう述べた後で原告等の請求を棄却すると主文を読み上げ、閉廷を告げたそうです。原爆をはっきりと国際法違反と断じたこと、さらに政治に対する責任義務を提示したこと、新聞各社はこの判決を高く評価しました。小関さんや三淵さんが導き出したこの判決は国際的な核廃絶運動につながり、国内でも判決の5年後には原子爆弾被爆者に対する特別措置法が制定され、健康管理手当や特別手当が支給されるようになりました。そして徐々に支援の輪は拡大し、
1994年被爆者援護法が制定されました。現在も続くロシアのウクライナ侵攻でも核兵器の使用を匂わせるような発言がありますが、広島長崎から今日に至るまで原爆が落とされていないのは、三淵さんたちが取り組んだ原爆裁判の判決が大きく影響しているのだと考えられますよね。ではそんな原爆裁判をドラマではどう描くのか、その鍵を握る人物こそ星光一だと思われます。ここからは僕の推測になりますが、結論から申し上げると、星光一が原爆裁判の判決文を読み上げる役割を務めるのではないかと予想しています。その理由は3つあります。理由その1、彼の口癖です。智子や由美ちゃんの話を少し聞いただけでなるほどとつぶやき、その内容を即座に理解し、さらに分かりやすく言語化してくれる星光一、非常に頭がいいですよね。ですがその反面、自分の考えを伝えるときに結婚をやめましょうや僕が佐田姓を名乗りますなど理由を言わずに結論だけ伝えてしまい、相手を困惑させるようなシーンが多々見受けられました。これに対して小関さんの判決は、結論である主文を後回しにし、判決理由から話し始めていますよね。光一も今後の展開で裁判官的な自分の話し方の欠点に気がつき、智子や子供たちとの接し方を改めるエピソードがあるのではないかと思われますが、その自身の改善点が史実である主文後回しにつながるのではないかと思われます。理由その2、彼自身が総力戦研究所に所属し、海戦を止められなかったという自責の念に苦しんでいることです。実はこの総力戦研究所は行政機関なんですね。司法機関に属する裁判官でありながら政治を司る行政機関に所属し、さらには海戦を阻止できなかった。光一のモデルである三淵健太郎さんも政治と司法の混同に嫌悪感を抱いていたそうです。そして判決で彼自身が行政の責任を問いただす、その判決文を導き出すのが智子だということが、何より彼を救うことになるような気がします。理由その3、智子と光一が事実婚を選んだこと。本来夫婦ならば同じ裁判を担当することはおろか、同じ配属先になることも避けられます。しかし事実婚となればどうでしょうか。竹本でのサプライズ同窓会で轟が論じたように、法的効力がない事実婚というスタイルは、同じ裁判を担当してはいけないという縛りの抜け穴になるかもしれません。民法730条をうまく使った梅子さんが思い出されますよね。もしかすると史実とは異なり、智子も右陪席に座って判決を聞いているのかもしれません。もしくは事実婚ではありながら結婚していることにこだわりたい智子が自ら異動願いを出すのかも。ということで、いささか大胆な予想かと思いますが、本編を楽しみに待ちたいと思います。さて、いかがだったでしょうか。原爆裁判の詳細と三淵嘉子さんの関わり、さらに判決の内容やドラマでの描かれ方予想など、いろいろと語らせていただきましたが、皆様の知識やドラマの展開予想などコメントいただければ幸いです。虎に翼も残すところあと少し、最後まで楽しみましょう。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は、画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それでは
また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。